本日は大変足元の悪い中、またお忙しい中、中村さんの講演会にお越しくださいまして、心より感謝いたします。ありがとうございます。このように多くの方にですね、集まっていただけるということは、当初は全く予想しておりませんでした。この多くの皆さんを目の前にして、大変胸が熱くなります。中村さんに1分でも多く、長くお話ししていただくために、プロフィール等は、プリントさせていただいてます。そちらの方をお読みください。それでは、中村さんのお話を聞かせていただきます。中村さん、お願いいたします。拍手お願いします。こんにちは。ご紹介をいただきました中村と申します。なんか変な格好してまして、なんか山からイノシシ担いでみたいな感じだと思うんですけど、個性ということでご容赦願えればと思うんですけれども、ひょんなことから縁あって、西村先生と、もう一方の方と昨年でしたかね、北九州の方でちょっと私の話を聞いていただくご縁があって、でまたその帰り道の電車の中でたまたまご一緒させてもらう同じ車両にたまたま同じように乗ったんですね。でその時にいろいろ話する中で、一度この田島の方にというふうなお声いただいて、先のことですしどうなるかなと思ってたんですけど、こんなふうに現実の日が迎えられて、でまたこんなに大勢の方がお越しいただいて本当にありがとうございます。私自分自身でも実はちょっとこうびっくりしておりまして、なんて言うんでしょうね、たまたま6、7年前にその講演をやれというふうに、講演というほどのこともなかったんですけども、大阪で経営者の方々が2、30人集まられるところで、ちょっとあんたの体験がおもろいから一応喋れと言われて、それでそうですかと、僕もその若い時に体験したことがそんな経営者の人に役に立つんですかって、いや前からあんたの話面白いからって言われて、そうですかって言いながら、若い頃から頼まれたら引き受けなさいってずっと教えられていきましたので、頼まれ事は試され事っていうルールがありましてですね、普通の人は頼まれると面倒くさいこととか鬱陶しいことって受け止める人が多い中で、頼まれるっていうことはこれはせっかくのチャンスなんやから、こう頼んでくれはった人のこう予測を上回るぐらいのこう結果出せるように一生懸命頑張るねやというふうに、若い頃教わってまして、それでせっかく講演生と人前でそんな話して言われたんで、よっしゃそしたらもうぜひやろうと思いまして、で自分の体験談を、そのまま喋りましたら、ただその30人ぐらいの人がこう面白いって言ってくれはったんですね。で翌月もあんた来いって言うもんですから、また頼まれ事は引き受けにいかんもんですから、翌月また行きましたら、その30人ぐらいの方々が人をこうお誘いいただいて百何十人に増えてて、であれなと思ってびっくりしたんですけど、そこでまた話しましたら、この百何十人の人の口に戸は立たずですよね、もう勝手に僕のことをどんどん宣伝してくれ始めて、でそこから広がり始めたんです。そしたら止まらなくなってしまったんです。それでもう年々売買ゲームでその公演っていうものの数が増えてきまして、で頼まれ事は引き受けにゃ、頼まれ事は引き受けにゃというものですから、みんな気楽に頼んでくださってですね、それで回数がどんどん増えて、去年はなんと実は307回もあっこっち行ってきたんです。で今年も実は1月の4日に家を出発しまして、まだ帰ってないんです。でこの後家帰れるのが実は今月の31日なんですよね。26泊27日の今旅の途中なんですけど、今日朝から実は長崎県から来たんです。私で長崎の前の日は東京だったんですよね。でも東京の前の日福岡だったんです。なんで間に東京が入るのかなって感じですよね。その福岡の前の日は北海道だったんですよね。だから北海道から福岡行って、東京行って、長崎行って、で今日今田島に来て、明日名古屋に行くんですけど、明後日は鹿児島にまた行くんですよね。九州に今月1回だけで7回も行くんです。私も頭おかしいなと思うんですけど、飛行機のマイルばっかりどんどん一人で貯めながらですね、だけどできる限りのことをさせてもらおうと思って、喜んで行ってるんですけど、だけどそんなことからね、今日こんなところのこういう場所に来ていただいて本当にありがたいなと思うんですけど、振り返ってみると本当にこう不思議でたまらない高校の時、三重県のすごく田舎で生まれ育ちまして、私のなんか講演の CD とか聞いてくださってる方多いって聞いたんで、
なんか別の話もいろいろせねえかなと思うんですけど、なぜ中学高校の頃悪さばっかりしてましてですね、勉強何にもしてなくてですね、そういうと今日お子さんたちもたくさんいらっしゃるんで、あんまり僕の勉強しなかった話は、よくないかもしれないですけど、だけど本当にあまりこう勉強もせずにですね、でもすごい悩んでたんです。それでも中学高校の時に、だって夢がないんですもんね。どう考えてもその夢が出てこないんです。でやりたいことが出てこないんですよね。で中には私は看護婦さんになりたいんだとか、中には俺はデザイナーになるんだとか同級生が言ってるとですね、本当かなと思ったんですよね。だって僕には何にもこう湧いてくるもんがなくてですね、でお前夢はないんかって、お前やりたいことはないんかってしょっちゅう人に聞かれるんですけど、そのないもん無理やり考えたって出てこないんですよね。でですからこう高校生の頃なんか特にそうでしたけど、頭の中で考えてたことったら、もうやめてでもいずれ働かにいかんわけですけども、いかにまあ楽してお金がもらえて、それがまあ好きなことやったらええんちゃうかというぐらいのことしか考えてなかったんです。なんでそういう条件見えたことがいろいろ頭気になりまして、だから自分が働き始める時には、まあ初任給いくらくれるのかなとかですね、それから週休2日制は当然でしょうねとか、ボーナスはどのように計算してくれるのかなとか、そこの会社の将来性はどんなんなんかなとかって、そういう条件見えたことばっかり気になってたんですけど、だけどまあ夢もやりたいことも目標もないとですね、大学行くったってやりたいことがないのに大学行く意味もよくわからんなってきまして、で専門学校はそれこそね、やりたいことがあるからそれのための勉強しに行く場所でしょ。やりたいことがないから専門学校も選べないですし、で、ね、就職するったってやりたいことがないってどうしたらいいんかと思った時に、まあ東京に僕は兄がおりましたので、その兄のところを辿って、とにかくでも東京行きたかったんです。で兄のことをすごく好きだったもんですから、この兄ちゃんからいろいろ刺激受けたりしながら、まあ、東京行こうとで行きまして、なんかアホな話もいろいろあるんですけど、まあアホな話のところはCD で喋ってると思うんですけど、いろんな人とこう出会い巡り合わせある中で、まあ僕東京で最初はフリーアルバイターやってたんです。土木作業員で、ね、道路工事現場でこうストップ持ってヘルメットかぶってこう工事現場でアルバイトで働いてまして、あと夜になると大手のドーナツチェーン店でこうドーナツを夜作る仕事と、まあ、2つ掛け持ちでアルバイトをやってたんですけど、まあ、そんなある日なんですよね。そんなある日、この人生を根底から変えるような出会いがあったわけなんですね。で、まあ、皆さんの中でもちょっとこう思い返してでいただくと、あの日あの時あの人に会わなければっていう人の、ね、1人や2人や3人いらっしゃると思うんですけど、まあ、僕にとってはあの焼き鳥屋さんでたまたま隣同士座った、まあ、こう熊本県出身の田畑さんという方と、まあ、18の時にですね、まあ、たまたま今思えば、でもたまたまと思えないです。あの日あの時巡り合ったから僕今ここでマイク持ってるわけですし、あの時あの出会いがあったから今があるので、偶然出会ったとは今あんま思えないんですけども、だけどまああの時は偶然だったと思うんですね。隣同士座りまして、で何気なくですけどいろんな話をしているうちに、この人僕にまあ同じことばっかり聞いてくるんです。同じことばっかり聞いてくる。その同じことを聞いてくるっていうのはどういうことかと言いますとね、まあ一言で言うと何のためにっていうことなんです。何のためにっていうこの疑問詞ばっかり僕に振りかけてくるんですよ。例えばなんですが、あんた三重県から東京には何のために出てきたんだよってこう始まったんですよね。で何のためにって言われるとこうはっきりした答えがなくてですね、まあ兄ちゃんも東京行ってますし、僕やりたいことがないもんですから、なんか東京来れば何かあるんじゃないかと思って、それでってこう言った、要はあんたあんまり考えんまま出てきたちこったねって言われて、そう言われてみるとそうかなとこう思ったんですけど、やがてで何やってんだって言うから、いや実はそのフリーアルバイターでね、今土木作業員とドーナツ作りやってましてねって話したら、へえ、そのアルバイター一体何のためにやってんだよってまたこう来るんです。何のために、何のためにって、そんな僕遊んでるわけにいきませんからね、それ働いて一応お金少々稼いで食べるもん食べてかなかん、生きてかなかんから、そら飯食ってかなかんから働かにゃないで遊んでるわけにいかんですしってこう言いましたら、そしたらあんたそれ働くっちゅうのは飯食うために働くわけかってこう言ってくるんで、でもそういうことでしょってこう思って言いました。でしたら、じゃあその2つのアルバイトはこれからもずっと続けてやっていくんかって言うんで、いやそういうつもりはないんだって、
まあ、一応ね、こんな僕でもどっか正社員で働かなあかんなとは思ってますし、だけどやりたいことがないんですよって、で目標がないんですよってお話して、だけどせっかく東京まで行ったんやから、その何かチャンスがあれば、何かこうきっかけがあれば、僕だってってこう思いはあるんですよ、一応ね、で野心はあるんですよってこう話しました。だから今よりももっといい生活したいから、だからやっぱもうちょっとお金になる仕事もしたいですしねってこう話しました。ただお前なんか18のくせに、その言葉の端々はお金か銭かの話があなたよく出るねってこう言われまして、でどうですかって言いましたら、そのあんたお金に頭の中支配されてないかって、頭の中お金に支配されてるって、物事損か得か、お金に感情したらどうなんかって、得なんか損なんかって、そういう考え方だけで人付き合いとか仕事とかなんかそういうことをこう選ぼうとしとらんかって、損得の頭で考えてるって言われたんです。だけど僕その時まあ、ね、18ですし、そんな綺麗事やめてよと思ったんですね。そんな綺麗事言うたって、言うても世の中お金でしょうよって、やっぱりお金稼がんかったら何も変われへんし、やりたいこともできへんし、そらお金いりますやんと思ってこう思ってたんですけど、だけどこの人僕にまた続けて聞いてくるんですよね。あんただったらさって、その東京でね、とかいい会社勤めて、そこで成績上げて、それでチャンス掴んで、なんかきっかけでお前の人生がこうどんどん切り開かれてさって、金がバンバン儲かり始めてよって、でももうエロい貯金ができて、もう金持ちになったと仮にせっかって言うんですよね。仮に金持ちになったら、あんたその儲けたお金は何のために使うんだよって言ってきたんです。何のためにその金使うんかい。でその時にはぁと思ったんですね。何のために使うんかって、そんなね、いっぱい儲かったら報酬も山ほどあるし、言うたら、おだったらお前の使い道説明せえって言うから、したら僕18の時ですし、そう欲しいもんっていっぱいありますわ。身の回りのもんだけでもね、原宿や渋谷や駅や、服が欲しい、時計が欲しい、最新のおしゃれなバッグが欲しい、いろいろありますよ、そんなん言うたら、ね、知れた話をするなんて、小さな話すなんよ、そんなもんぐらいすぐ買えるって、もっとでかい話せんか、でかい話って、お前金あんだからって言ってくるんですよね。だったら僕ね、兄ちゃんと一緒に暮らしてる部屋で、なんか家電製品いろいろとある、電子レンジがあったら便利やろなとか、全自動の背丈やったら最高ちゃんばりで、あの人よりも喋ってるから、カタリア家電製品買いましょうかねってこう言いましたら、それも話が小さいって言うんですよね。お前もっと金なんだからでかいこと言えよって言うんで、したらあの何ですかね、あの車でも買いましょうかね、そしたら中古でもいいですわ、東京で車でも乗れたら相当かっこいい思うから、車ぐらい買いましょうかってこう言いましたら、遠慮するなって、中古なんて遠慮せんでいいって、お前金あんだからベンツかなんか買わんかって、新車ででかいの買わんかってこう言うんですよ。で乗り回しとったらみんなから羨ましがられてね、かっこつくじゃねえかって、でね、で別子だけどまだ前夜残っとるって、はい続き来い続きってこう言うんですよね。続き来いだってもっとでかいことって言うんでね、だったら兄ちゃんの部屋出てどっかアパートでも借りて一人暮らししてねってこう言いましたら、遠慮するなって、人が羨むような高層マンションの最上階に住まんかって言うんですよね。都心のよって、今で言うたら六本木ヒルズみたいなもんでしょうね。人も羨むようなね、高層マンションの最上階、お前360度夜景が綺麗かつぞって、お前キンキンキラキラばいって、で友達呼んだってお前ね、部屋の中にはイタリアモンの服がこうずんばい並んどってねって、でブランドモンのバッグから時計から貴金属もキンキンキラキラしちゃっとって、で身につけて乗って出かけられるベンツだよって、みんなから羨ましがられて、お前鼻高々じゃねえかって、そこまでの生活性に入ったってまだ前夜のこと、続き来いってこう言うんですよね。で続き来いって、そんなもう別にそこまで行かんでもよろしいよ別にって、そんな人も羨むようなマンションまで住めんくっても別に僕だそこまでよく言いませんわ言うたんですね。ああ遠慮していかん、遠慮して、もう言え言えってこう言うんです。頭これ死ねらんかって言ってくるから、一生懸命考えましてですね、ね、知らない世界見に行きたいと、ほらアメリカ行ったりヨーロッパ行ったりって、知らん世界見に行って言いましたらね、もう彼も暇もあねえから行ってこいって言うんですよね。豪華客船乗ってね、欲しいもん買うて、食いたいもん食うてやって帰ってきたらまだ金あるぞって、続き来いってまた来るんですよ。でもうこの人と話してもらっちゃあかんと思い始めて、もうよろしいわって、もう僕もうそれ以上よろしいわってこう言いましたら、あんた自分で喋っとって気ぃつかんのかって言い始めたんですね。お前気ぃつかんか、あんたの口から出てくるお金の使い道はね、物しかないんだよって言われたんです。物しかないんだよって、お金はみんなね、いかに手に入れようか、いかに稼ごうか、いかに儲けようかって、入り口のことはみんな考えてるさ。だけどね、出口のことはあんま考えてないんだよね。だから
いくら稼ぐかじゃないんだよって、今稼げてるお金を何のために使うのかって出口の方が大事だと思わんかって僕に言うんですね。で、あんたのお金の出口聞いとりゃね、物しか出てこんって、あんたが求めてるのはね、一言で言えば自己満足だって言われたんですね。あんたが気にしてるのはね、他人の目線さって言われたんです。まあ要するに人間の悩みのまあ大半は他人との比較だってこう言われたんですよね。ね、あいつはあんなにうまくいってるのになんで僕はこんなんなんだとかね、あそこのうちはこんな生活してるのになんでうちはこんな生活なんだとか、あそこのうちの子供はあんなに勉強よくできるのにうちの子はなんでこんなバカなんかとかって、ね、大概ね人と比べて悩んでるって人間はあって、だけどねその人と比べて悩んでるそれをねなんか物で補おうとするんだよね。比較の世界でなんか勝とうとするんだよ人にって。ね、あんたね物買うためだけに働くんだったら人生つまらなかろうかってこう言うんですよ。でまあ僕のことをですねそうやってボロクソに初対面なのにこう言うわけですよね。それでまあねそのウサギとカメの話とかもしてくれたんですけど、僕を見てるとウサギとカメさんのウサギさんにそっくりだって言うんですよね。スタートラインに立ってるウサギさんは絶対負けるはずのないカメのことを気にしてたり、周りで応援してる人の目線ばっか気にしとったって。だけどカメはね、相手が別にね、ライオンとかチーターとかシマウマとかでも何でもよかったんだ。カメがスタートラインに立ちながら見とったのは、丘の上の旗を見てたんだって言うんですよね。で、勝負がどうかこうかじゃないんだよね。で、そのね、スタートラインで何見てるかだって。ウサギさんは人の目線気にしとったって。でもカメは着地点を見てたって。お前18歳で人生のスタートラインに立ってる今ね、何見てんのって、お母さんの顔色気にしてんのって、世間の噂話気にしてんの田舎のとかね、で友達から何か言われるかどうかこうかってそういうこと気にしてんのかって、お前このあとね30って年齢になったらどんな男になってんのかな、40になって50になってって、自分が子供ができてまた孫ができてって、年取ってた時に自分がどんな人間になってたいんだろうな、そういうことをね座標軸見つめられるような、そういう視点でね18の頃から人生見た方がいいと思うんだけどねってこう言うんですよ。で、こうなんか次から次へとお金の話もそうですけど、なんかこう言われること言われることがものすごく新鮮だったもんですから、なんか話にこうグイグイ引き寄せられていったんですけど、だけどこの人がですね、まあその CD の中でも話してるんでこう被ると思うんですけど、あの野菜の行商をやってると、ね、東京で軽トラに野菜や果物を積んで26歳のまあ青年がですね野菜果物の行商をやってる。だけど過去にこの人は東京でね事業をやってて、一旦若い時にやった事業が一旦うまくいったけどすぐ潰れてしまって、借金抱えてそれで倒産させてしまって、でお金の苦労を随分なされた時にちょうどねお父さんがお亡くなりになった。そのお父さんが、まあ、学校の先生なさってたお父さんで、まあ、お父さんはもともと苦学生だったからこう働きながら高校に行ってどうしても教師になりたいと思ってたけど、まあ、家が貧しくて大学に行くことができないって、で教師になることができないって諦めかけてたお父さん、それでもってね昼間働きながら夜の夜学に高校生の時通ってたわけですけど、だけど働いても働いても間に合わんってなった時にお父さんわざとその工場の機械の中に自分の手を入れるんですよね、左手をねバリバリと手を突っ込んで指3本を飛ばすんです、わざと。でそれはね仕事中に怪我をすると労災っていう保険で金が降りてくるとかで、手がね片方失われてしまったら障害者になるわけで、障害者になれば国が身体障害者というふうに認定をしてくれる。そうするといろんな優遇措置とか手当とか慰労金とかっていうお金に結びつくことにつながるって、だから教師になるために大学に行きたいなって、どんな教師になりたいかも頭の中にいっぱいあったんだそうですよね。だけどそんな教師になりたいけど金がないから行けないって、それがどうしても理不尽で、それで教師になりたいっていう思いと自分の体の一部を失うことを天秤にかけて、そして機械の中にバリバリって手入れるんですよね、16、17の年齢でですよ。それでまあお父さん的には予定通りですよね、障害者になられて、そして国からまあ、援助を受けたり優遇措置を受けたりしながら大学に行って、そして本当に教師になったお父さん、そのお父さんがお亡くなりになったっていう時にお葬式のためにまあ帰ったわけですね、その借金丸系の若い時です。そしたらその、まあ、僕に言うんですよね、うちの親父がねそんな風に手と引き換えに大学に行き教師になった22の時にね、
何があったと思うって言うんですよ。あんたの今のあんたには全くねない、心の中に全くないね、何のためにっていう思いだよって言うんですよ。うちの親父22時にね、自分の手見つめながらそれ思ったよって、指3本と引き換えて、自分はなんでここまで教師になろうとしてるんだろう、でこの生徒たちと関わりながら何のために教師という職業を全うして生きていこうとしてるんだろうかっていうね、もう迷うことのない座右軸だよね。それが腹の前にはもうはっきりあったって、22時にいてぼーっと教師になったとはわけ違うよねって、手と引き換えなんだからって。だけどその親父がやっぱり生徒たちと真剣に関わりながらね、真っ向勝負で関わっていった時に、やっぱりこうなんていうのか、つながり合うというか、こう通じ合うものが生徒さんたちとの間にあったんだろうねって。その親父が死んだってなった時、亡くなってお葬式ってなった時、息子の俺はびっくりしてね、金かき集めて東京から帰ったんだよって、ね、貧乏してもう会社倒産させてたからって、だから金かき集めて葬式帰ったけど、そしたらその時ね、差別者の人たち見とったらよう分かったって、ただね、義理で香典だけ置きに来るっていう、義理で来てる人はこの人は義理で来てるな、歩いてる姿見とりゃ分かるって。だけどね、命を惜しんで駆けつけてくる人がいっぱいいたんだって。でももう一番驚いたのは、その過去の教え子さんたちが全国から900何十人、飛行機乗ってまで駆けつけてくる人がいたって。その人たちが息子の俺の肩を揺さぶってね、お前の父ちゃんはすごい男だったんだとか、あんたの父ちゃんに俺は出会わなければ今がないんだとかって、みんな俺にそういう話をしてくるんだねって。その時に息子の俺はね、親父がこの世で生きてた価値とかね、教師っていう職業を通じて親父のその命の使い道みたいなもののね、こう価値っていうかね、そういうものをもう嫌っていうほど人から聞かされたって。でその時に俺は父親を失った悲しさよりもね、なんかその人の息子に生まれたことを誇りに思える気持ちの方が強くなってきたって。俺親父の葬式に出ててね、ものすごく体が熱くなったって言うんですよね。で何にもお金なんか資産だの遺産だのって何にも相続するようなものは何にもなかったって、土地だお金だって相続するものはなかったけどね、人間は何のために生きるべきなんだっていうね、もう手本はね見せつけられた場合、あの時に言ってこう言うんですよ。で俺はもうね、血や DNA を分けてもらって生まれた自分が失敗ね、一回失敗してしまったその東京にね、もう1秒でも早く舞い戻ってきて、そのマイナスいくらかからでも復活せりゃと思って、それでひっくり返ってる軽トラ2足3本で譲ってもらって、積んで売って歩けるものは果物か野菜かって、それをね22時から行商を始めて4年半、今がねってこう言うんです。僕まあその話ね、直接ご本人から聞いてて涙ポロポロ流れたんですよね。もうボロボロ泣いたんです、その時に。あまりに僕と違うからですよね。ね、もうその話もう本当泣きながら聞いたんですけど、だけどまた話なさるんですよね。俺ね、軽トラでちんどん屋さんみたいに売り歩いてしてるとみんなからバカにされるんだよって。若いのに何やってんだって、しょっちゅうバカにされるって。だけどねって、バカにしてくるその人たちにね、負けないものが一個だけあるんだよねって。俺ね、何のために行商やってるか、でこの行商を通じた後の自分の人生何のために生きていくのかって、そのね思いだけはね、バカにしてくる人たちには負けんよって、まあ、そう僕におっしゃったんです、ね。まあ、僕それも泣きながら聞いてたんですけど、だったらってその時にね、僕の手つないでですよ、僕の手引っ張って、その18の僕を外を連れ出しましてですね、でじゃあちょっと実験してみようよってこう言い始めた、ね。今普通にお昼間働いてらっしゃる大人の人たちが一体どれだけ真剣に物事を考えて生きてるのかって、ちょっと聞いてみようよ、聞いてみろお前って言うんですね。参考になるんじゃないかって言われて、それで僕ね無理やり外連れ出されていきましてね。でまあ夜の遅い時間でしたから、もうそのお昼間お勤めしてらっしゃった方々が、まあ、3人5人でこう酒飲んでこう調子になって歩いてはるわけですわ。でその人たちにこの18の田舎者がですね、ちょっとすいませんって言ってこう立ち止まっていただきましてですね、ここでこう質問コーナーをさせられた、これさせられたんですよ。でなんて聞いたかって言いますと、すいませんってお楽しみのところって、僕実はですね先輩方に教えてほしいことがあるんですよって言って聞いたんです。僕18歳で三重県の田舎から出てきましてね、それで今すごい人生のことで悩んでるんですけど、そうちょっと先輩方に教えてほしいことがあるんですよって言ったら、何言ってんだお前って顔されるんですよね。ちょっとで済みますからって、申し訳ないですねって、あのねって、皆さん方一体何のために働いていらっしゃるんですかってこう聞いたんです、というか聞かされたんです。何のために働いていらっしゃるんですかって聞きましたら、はぁって言うんです。みんな
何言ってんだよお前とか言われて、でいや何言ってんだじゃなくて、僕ねその答えがわからなくて今困ってるんですよねって。だって皆さん方毎日毎日働いてらっしゃるってことはやっぱりその何のために働いてるのかっていう理由があるわけでしょって、だからちょっと教えてくださいよそこって言いましたら、お前そらねあれだよって言いながら、そらあんたあのって言いながら、なかなか言葉出てこないんですけども、出てこない挙句の果てに出てきた言葉はね、現実問題生きていくってことはさ金もかかんだよっていうかね、俺だって女房もいて子供もいてさ、子供も育ち盛りだし金かかんだよって、俺家のローンも残ってるしこうだしああだして金かかんだよって言ってくるんです、うん、ちょっと待ってください、じゃあ先輩なんですか、お金のために働いてるわけですかってこう言いました。僕ね生きていくうちにお金が必要だってことはよく知ってるんです、それはよく分かってるんですよって、じゃあ先輩なんですか、お金のためだけに働いてるってことですかって言うと、なわけないだろってムキになって怒ってきた、なわけないよっていうか、そうでしょって、なお金が必要なことは僕も知ってる、でもお金以外のね、お金が必要、それ以外の先輩方のこの心を突き動かすような理由ね、体をピュアーで突き動かすような理由でしょ、命が発動するような理由、働きながらもう止められなくなるようなそのね自分を突き動かす理由、そこを教えてほしいんですよねって、そう尋ねましたら、こうだんだんそれはねって言いながら、だん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 うつむき加減になってきて、誰も答えてくれないんですよ、それを。で、次の大人に尋ねても、次の大人に尋ねても、僕、その時田畑さんに言われて、20何人聞いたんです。だけど、誰一人、俺が働いてる理由はこれこれだよって教えてくれた人、一人もいなかったんです。まあ、そら、その20人がたまたまそうだったんだと思いますけど、でも、結構ドキッとしますよね。純粋そうな高校生みたいな、高校生ぐらいの人が目の前に現れて、お父さん何のために働いてるのなんて聞かれたら何て答えるかって結構こう怖い質問かもしれないですけれども、だけどその時にお金っていう答えしか出せなかったとしたら、子供にとっちゃ全然魅力的には映らないと思うんですよね。お父さんがねって何で働いてるかって言うと、こうでねこうであれこうでねって話ができるっていうことは僕そういう意味では素晴らしいことだと思うんですけど、実際僕が18の時外で尋ねさせられた時は答えてくれる大人がいなかったんです。で、また焼き鳥屋に戻って、な、今見た現実ってこんなもんだと思わんか、見て分かったろうって、あんま考えてないんだよって。だから俺ね、あんたにちょっと言いたいのはね、俺たちは幸せになりたいわけだよね。人間として生まれてきて、お前幸せになりたいんだろうとか、そうそう、幸せになりたいんですよって。ね、金持ちになりたいというよりもむしろ幸せになりたいんだろうというか、そうですよねって言ったら、幸せになるために最低限お金がいくらかは必要だということだと思うかって言うから、そうですよね、じゃあお金以外のところにもっともっとこう心を埋められるね、俺はここの会社で働いててこんなに当てにされてる、自分が仕事をすることによってこんなに喜んでくれる人たちがいる、そうやってね自分がやってることにね大きな価値が見つけられたり、人に喜んでもらえてるっていうことを確認できるって幸せなことだと思うかって、その父ちゃんの生き様をさ子供たちがさ手本にしたいって思ってくれるような、そんな生き様って幸せなことだと思うかって言われて、本当にそうだなと僕思ったんですよ。まあ18ですし、だったらあんたね比較の世界で生きるのはやめろって言われた、人と比べてどうだこうだね、あいつはこんなんなのになんで自分はって人と比べて生きるのやめろよって言うんですよ。あんたはあんたらしい生き方をすればいいじゃないかって、でだからどんな会社に入るべきかとか、どんなね職業に就こうかって、そんなことよりどんな人間になりたいのかなって、どんな人間になりたいと思ってるのかって、そういうことをね考えた方がいい、何のために働くか、どんな人間になりたいかを考えた方がいいって言われて、はぁーと思って僕その時感心してしまいましてですね、そう言ってるうちに、まあ、この玉田さんから、まあ、今でもそうですけどすごく印象に残る一言を言ってもらったんですけども、僕夢がない目標がないって何遍も何遍も玉田さんの前で言った時にこう言われたんです。あのねお前夢がないからって悲観せんでいいんだよって、目標がないからって悲観せんでいいんだよってこう言われたんです、ね、夢があるってことはそら素晴らしいことだと思うよって、夢があるってことは素晴らしいさって、だけどねお前夢がないからってそんな悲観せんでいいよって、夢のないやつはね目の前にいる人を喜ばせていくといいんだよねって言われた、目の前の人を喜ばせていくとねお前の人生がどん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 変わっていくんだってこういう教えてもらったんです。でそれがまあちょっと後でもこの話しますけど、僕正直プレッシャーだったんですね、高校生ぐらいの頃に夢を喋るとなったらですね、勝
っこいいこと言わにいかんのじゃないだろうかなとかね、でかいこと言わにいかんのじゃないかなとかね、みんながね、へえいいなその夢はってみんなが認めてもらえるようなことを言わなきゃいかんのじゃないかなっていうね、その夢をしゃべるっていうことにすごいプレッシャーがあったんだと思うんですよね。だけど僕は正直なかったんですけど、その田畑さんにその話、夢がないやつは人を喜ばせろって、そうするとねどんどんお前の人生が開かれていくんだって、でそれを僕はまあその田畑さんの行商をその後手伝っていきましてですね、でまああの CD の中でもその辺喋ってると思うんですけど、あのいろんなことを教えてもらったんです。でそのいろんなことを教えてもらったことっていうのはですね、難しい話じゃないんですね。すごく簡単で小学生にでもすぐできるような話なんですよね。でものすごい当たり前のことなんですよ。でそれを田畑さんに教わったんですけど、あの、まあ、一つ目はですね、4つのこと、今まとめてみると4つのことを僕は学んだと思ってるんですね。で4つのうちのまず1つ目っていうのは、僕が与えられた仕事っていうのは、あの田畑さんに対して、ね、素早い返事をすることだったんですよ。素早い返事をすることだった。田畑さんから何かこう言いつけられますでしょ。そうするとね、あの 0.2 秒で返事せにいかんというルールがあったんです。 0.2 秒で返事せろっていうルールが。で普通世間の人はね、人から物頼まれたり何か言われたりすると一旦ね、それは自分にとって得なことなのかな、損なことなのかなって、こう損得で物事考えてからしか返事ができんて。だけどね、お前俺から何か物を、ま、学びたいと思ってるんだったら、俺から何かいろんなことを教えてもらいたいと思ってね、弟子入りするんだったら、いっぺん頭の中空っぽにせっちゅうんですよね。でね、自分の都合を捨てろって。で自分の理想も捨ててね、もうすっからかんであんたについていくよ。それから何言われても何でも 0.2 秒で引き受けて受け止めさせてもらいましょうって、それがね、物を教えてもらおうとする人間のね態度だって言われたんです。普通ね、若いうちはね、何にもできんのにね、返事一つする前に、だって僕の希望はこうで、だって僕の理想はこうでって、何もできるのにね、返事する前からね、己の都合だ理想だばっかり喋ってるじゃないか。だけど損得考えるわけでなし、都合を言うわけでなし、まず素直に受け入れましょう。それがね、あんたのまず一番目の仕事、 0.2 秒の返事って言われたんですね。でこれ素直に受け止めるってことでしょ。でその後頼まれたこと、まあ世の中ね、まあそういう意味では人と人との関わりの中で生きていくわけですから、人から物を頼まれたり仕事言いつけられたりしたときに、最初に言いましたけども、頼まれ事は試され事って受け止めろって僕は言われた。頼まれ事は面倒くさいこととか鬱陶しいことじゃない。頼まれるっちゅうことはお前にできると思って言ってるんや。だったらできると思ってるあなたの予測上回ってみせましょう。あなたが思ってるよりも大きい成果出してみせましょうって言ってね、体動かしてみって、相手びっくりさせてみって、そしたらお前にね、目の前の頼んだ人間半歩下がって、お前すごいねってびっくりするよって。でびっくりして喜んでくれたらね、また頼まれるよって。また頼まれたらまた 0.2 秒で引き受けて、またその人の予測上回る結果出してごらん。また頼まれることが増えてくる。増えてきても増えてきても、毎回毎回あんた驚かしてやる、あんた驚かしてやると思いながら体を動かしていったらね、やがてお前じゃなきゃダメなんだ、お前じゃなきゃダメなんだって名指しされる回数がどんどん増えてきて、やがて中村文明君、あなたにしかできないんだ、今度のこの仕事は、今度のこの役割はお前しかできないんだって言ってね、名指しで役割を与えられるって。でね、役割を手に入れる人生も一つだよって言われたの。夢がないんだったら人を喜ばせながら役割手に入れるんだって。でそれもお前しかできないって言われながらねって、こう言われた時に僕肩の荷がスワッと取れた。あ、夢は考えていいんだと思ったね。目標は立てんだっていいんだなってそう思ったんですよ。ね、人を喜ばせていけば道が開かれていくんだ。だけど返事 0.2 秒でできて、それで人のことを驚かせてやろう、あんたの予測は待ってやろうって、予測ね、頼まれること頼まれることだと思って体を動かす。だけど体を動かそうとするときに人間って必ずこうブレーキかかるんですよね。これも業種の中で僕らは体験させられたんですけど、何か新しいことをやろうと思うと、人間はほとんどの人ができない理由っていうやつを言うんですよね。友達に特に喋るんです。だってさ、こうしようと思ってんだよね、ああしようと思ってんだよね、でもって言いながらできない理由をよくおっしゃるんですよね、人間って。でそれをものすごくよく指摘されました。できない理由を言うなって言われた。それでもう一つ言われたのは、そのうちって言うなって言われたんです。そのうちって言うな、
今目の前、今この瞬間できることは山ほどあるって言うんですよね。今この瞬間にできることは山ほどあるのにね、人間は今を楽してね、しんどいことは先送りしようとするんだって、もう昔からそうだって言うんです。でそれをね、そのうちっていうセリフを吐いてね、そのうち金がたまったらこうしよう、そのうち勤めができたらこうしよう、そのうち子育てがもう少し落ち着いた時にはこうやろうって言って、ね、先送りするんだよ人間はねって。だけどね、今頑張ってやろうと思ったらできること実は草のほどあるんだって。この4つのことって、まあね、もう皆さんにもうご説明するの申し訳ないぐらい当たり前のことで申し訳ないんですけど、だけどこれはまあいわば小学生でもできますよね。 0.2 秒で返事することぐらい小学生でもできますよ。で、いや人の頼まれたことあったらびっくりするぐらいの結果出してやるよって、そう思いながら体を動かすこともできると思うんです。思えばいいんですから。 できない理由喋らなきゃいいんですよね。でそのうちってこれも言わなきゃいいんですよね。だったら小学生でもできると思うんですけど、大人の人はほとんどやってないですよね。僕飲食店のレストランで仕事を、まあ、僕は本業はレストランを経営している人間なんで、でそこで結婚式とかそういう事業をやってるんですけど、だけど今までもう何千何万という方とお話ししながらこうコミュニケーションを取ってきたんですけど、お酒飲んでお客さん方がお話しなさる中によく出てくるんです。お酒飲むとよく出てくる話があって、私はこの 2,3 年の間にこういうことをやろうと思ってるんだとか、俺はこういうことをやろうと思ってるんだっていう自分のね、こう近未来にこういうことをしようかな、ああいうことをしようかなっていう話がね、お酒飲みながらよく出てくるんですよ。で僕もああそうですか、そのパターンの話が始まったなと思いながらこう聞いてるとですね、95% 同じパターンで話するんですよね。これは僕が勝手に取った統計なんで、当たってるかどうか分かりませんけど、でもほぼ 95% ぐらいはそれです。なのでもしご興味あればですね、これ書いた後でも結構ですし明日でも結構です、自分のお友達とかに簡単ですから、あんた夢があるって、近い将来何かやりたいと思ってることあるのって聞いてみてもらうといいですよ。僕が今から言うパターン通りにその人話すると思います。どういうふうに言うかって言いますとね、いや私だってね、私こういうことやりたいと思ってんだよね、こうこうしたいと思ってんだよねって、ほんほんって聞いてるとね、それはこういうことでこういうことでこういうことなんだって説明してくれるんです。あそうあそうって聞いてるでしょ。ほんとはね、夢を大体こうしたいああしたいいう話が語り終わったぐらいの頃によーく注意して耳傾けてできてもらうとですね、悪魔の言葉を一言囁くんですよね。でもって言うんですよ。こうこうしたいと思ってんだ、でもさって必ず言いますよ。でもお金ないし、親に反対されると思うし、家族がどうだこうだって言うと思うし、なんとかだし、こうこうだし、やりたい気持ちはあんだけどさ、だけどでもって言いながらね、できない理由をね、まあ夢以上に説明なさるんですよ。本当に夢よりも長く説明なされて、でそれがずっとひとしきり続くんですけど、それが終わる頃また耳澄ましてください。そうするとね、高校で高校でこうやって反対されると思うんだよねって言った後に、でももう一度デモを言うんです。でもこのデモは結構わかるデモなんですね。でもってちょっと上がるんですよ。でもそのうちって言うんですよね。でもそのうちこうなってこうなってこうなってした時には私頑張ろうと思うんだよねって、だからその時は応援してねっていう話なんです。これ希望的観測って言うんですよね。やれるかやれんかわからんけど、ただ理想として思ってるっていう。夢を語る、でもって言ってできない理由を言う、それででもそのうち言うて希望的観測をしゃべってチャラです。話終わりです。でこの人ね、3年経って似たような話するとまた同じようにでもって言うんです。何年経っても何にも変わっていかないんですね。こういうパターンで話する人が見事に多いですね。でそういう人はあんま変わっていかない。でもね、具体的に体を動かして、何か体を動かして現実にやっていく人っていますでしょ。ああいう人はね、でもって言わないんです。だってできない理由がないからなんです。やればできるって思ってるからなんです。そういう人はね、できない理由おっしゃらないですわ。そしたらその人はね、みるみるうちにやりますよ。何回うまくいかなくてもやり直すんですね。これ必ずやるんですよね。最近僕まあ、こんな風に講演してあちこち飛び回ってしてますとですね、僕の話に興奮してくれて、こう若い学生さんとかね、興奮してこう鼻のこんな広げながら終わった後に、先生スイッチオンですよって言いながら、わーって今日近づいたりする学生とかいるんですよね。そうすると俺ね、このね、将来ね、あれよ、俺カレー屋さん作りたいと思ってるんだとか話してくれたし、おおそうかってこう聞いてると、そのカレー屋さんはね、こんな広さでこうで、皿こんなんで、 BGM こんなんかけて、こんなんであんなんでこんなんでって説明してくれて、まあまあ説明はええから、説明はええからと思って、そのうち言うぞそのうち言うぞと思って聞いてるとね、こうしたいこうしたいあしたいこうしたいって言ってると、ちょうど予定通りぐらいのあたりででもって言うんですよね。
俺今学生だしさ、親説得しようと思ったってこうだし、ああだしって、もう僕のパパの俺に話するんですよね。あとそのデモって言ってると、いつまでたってもできんよって僕言うんですけど、だけどつい最近ですね、こう知り合った名古屋の方の大学生のね、ほんまおもろい大学生2人、この2人も東牛くんみたいに鼻の膨らまして近づいてきたんですけど、そいつらは僕に何て言ったかって言いますとね、僕らね、中村先生、僕ら大学生の間にね、なんかね、時給いくらで働いていったって大して勉強にならへんで、ただ時給で稼ぐだけのことならあんま意味あらへんから、何かこう、事業から真似事みたいなことでもしたいと思ってるんや、言うからね、おお、そっか、何すんねって聞いたらね、またくだらないことを考えてるんです、この二人が。で、何をやったやりたいって言ったかって言いますとね、あのね、レゲビ餅を売るんだってこう言うんです。レゲビ餅って、わけわからないでしょ。そんな餅はないんですよ。あのわらび餅のことなんですよ。わらび餅のことなんですけど、わらび餅はご存知ですよね。あのわらび餅にあのそういう若者たちが好きな音楽でレゲエという音楽があるんですよ。レゲエという音楽、これレゲエという音楽のあの何て言うんでしょうかね、こうイメージの色があるんです。ジャマイカという国でね、広まったというか、ジャマイカの民族音楽なんですけど、その緑と赤と黄色というこのジャマイカの国旗の色が、まあ、レゲエの色と言われているので、それをですね、その大学生2人はあの白いわらび餅に緑と赤と黄色の着色をしまして、それでレゲビ餅っていう風にして売るらしいんですよ。大した理由意味ないでしょ。それ売れるとも思えんなと僕思ったんですけど、でも大学生とか若者たちがいろいろ集まるようなイベント会場とかでレゲエの音楽をかけながらレゲビー餅って言いながらレゲビー餅を売りに行くと、シャレで多分たくさん売れると思うんだっていうくだらない事業計画を立ててて、それを僕に一生懸命話したんです。まあでもそれ売れる売れはまあ別としてもですね、僕その子たちが僕はこう話聞いてると、こうしてこうやろうと思ってるんだ、こうしてこうやろうと思ってるんだとから、うん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 って言いながら、はよ言え、はよ言えと思って、でも言わんかと思いながらずっと待ってるんですよ。言わないんですよ。ほんでね、こうなったらどうすんの、でもこうなったらどうすんの、こうなったらどうすんのって言いながらね、でもって言わせようと思って一生懸命誘い水出すんですよね。最後の最後まで言わないんですね。ほんで思わず僕そいつらの肩叩いてしまって、お前たちすごいねって、できない理由を言わんかったねって言ったら、なんですかできない理由って、って、そうできない理由のことすら分かってないんですよ。だけどそのものの1ヶ月後ですよ、ものの1ヶ月後に僕またあの中京圏岐阜大学っていうところへ見て講演に行ったんです。ただ彼らそれうまいこと聞きつけてくる。僕はあの東海三県あたりに行くといつも来るんですよ、そいつら。ほんでね、その岐阜大学に1ヶ月後にいた時に、なんかね、でかい音が聞こえてくるんですよね。なんやろうなと思ったら、その僕が喋るはずのそのなんか大学の講堂みたいなところの前に車で行きましたらね、レゲエの色に配色された軽トラ、そこでね、レゲエ餅って言いながらね、レゲエ餅売ってるんですよね。ここでね、みんな買ってるんですよ、それ笑いながら。これね、僕降りてって大爆笑したんですけど、中村さん今日ゴールにしてたんや、中村さんに絶対食べさせようと思って、今日を境に絶対 やり始めようと思って、だからこの1ヶ月間僕ら2人はね、日当いくらで働いて、まず買える軽トラから買おう言うて、軽トラのボロボロのを買ってきて、ペンキ買って色塗り分けて、レゲビ餅作って、わらび餅作って、そこにいかに着色するかって、もう寝やんと今まで努力したいな言うんですよ。だけど今日絶対壊そうと思ってゴールを決めてたんや。だけどね、寝やつにやったけどできたわーって喜んでるんです。今もやってるんです、そいつら。レゲビ餅。でもね、アホやなお前らと思ったんですけど、だけどこの子たちは僕すごいと思うんですよね。それがいいとか悪いとかは別として、思考パターンだと思うんですよ。で、何にもしないうちからできない理由ばっかり言ってる人本当に多いじゃないですか。だから例えばですけどね、ここに今女性の方がいらっしゃいますけど、この女性の方に僕が今から下降りてって手つないでですね、ごめんなさい、ちょっと今僕トイレに行きたいから10分間話つないでくれないって無理やりお願いしたら、多分できない理由をおっしゃると思うんです。そんなこんな大勢の前で私しゃべるなんかやめて、なんぼ私緊張する方やし、そんなしゃべり下手やから、そんな飽きませんって飽きませんって言いながら、絶対できない理由を言いながら逃げると思うんですよ。普通そうだと思うんですよね。だけどそこでできない理由を言いながらここの上に上がらなかったら、一生しゃべること苦手って言い過ぎにいかんですよね。だけどどこかで一回勇気振り絞って、どうなっても知りませんよって、これやってみますと言うて、僕みたいなやつはそういうことをやらされたんです。お前やってみろってって言われて、なんでやってもらうのからできん理由言うねやお前って怒られるんですよね。いっぺんやったら変わるかもしれんやないかいって怒られるんです。
ここで無理やりやらされてみると意外と喋れたりするでしょ。そしたらね、終わった後できたやんかって思うわけですね。ほな人前で喋るということはこれから先できない理由から削除されていくわけですね。そうやってできないことはいっぱいあると思っているけれども、実はやってみるとできることだらけなんだってよく言われます。だから僕らはその軽トラの上でキュウリ立てて歌って踊らされたりとかですね、こうあの CD の中で喋ってるいろんなアホなこともいろんなことやらされたんですけど、だけどね、あの軽トラの上で踊らされた時もそうだったんです。屋根の上に上がってね、こないだまで高校生やったのに、そんなやったこともないのに、こんな屋根の上に上がって踊れなんてやめてくださいよって言いながら引ずり下されて殴られて、お前できない理由の天才やなと怒りまくられたんですけど、だけどね、その後僕その時に、なんでお前やってもらう力そうやってできない理由を言って逃げるんだって、でね、なんでやってみようとは思わないんだってガーッ言われて、でね、お前オカマかもしかしたらとかボロクソ言われるんですよね。で九州に来てみらんかって、お前みたいな男がおらんないとかってね、三重県人全員をオカマ扱いするみたいなことまで言うわけですよ。それでね、追い詰められて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 、とどのつまりまで人間追い詰められてボロクソ言われるとね、人間ってね、ある才能を発揮する瞬間が来るんですよね。どういう瞬間かっていうとね、開き直るっていう瞬間が来るんですよね。ずっと追い詰められた最後の最後までいくとね、分かりました、やりゃいいでしょうが、やりゃそこまで言わんでいいでしょうと思って、やりますよ、そしたらって僕は屋根の上に上がったんですよね。で、その代わり上手には踊れませんよって、タコ踊りみたいなしかできませんけどいいんでしょうねって言いながらね、やりますよ、僕はおかまじゃないんだからって言って音楽に合わせて踊り始めたら泣けてきたんですけど、でもおかんの顔を思い浮かべて泣きながら踊りましたけど、だけど田畑さん、僕に見えるところまで移動してきて僕のことを見上げて、できるじゃねえかお前って言うんですよね。できるじゃねえか踊るぐらいのこと、何であんなに向きになってできない理由を説明したんか、できるじゃねえかお前ってこう言われた。で、今どんなに恥ずかしくったってね、でも今どんなに辛くったってね、こんなことぐらい1ヶ月以内になれるから心配するなって言われたんですよね。なれるからですよ、もう名台詞やなと思ったんですよね。本当になれるんですよ人間ってね。だからできないと思っていることは勝手に自分が枠作ってるんですよね。これ開き直ってやってみると意外とできるわけですよね。そこの枠がでかくなるんですよね。だからその体験を僕田畑さんと一緒に生活をしながら、その後行商やって、で飲食店作ってっていう風にして、こう僕らは自分たちの目の前の景色を変えていったんですけど、でも田畑さんと一緒に暮らし一緒に仕事する間に、もう何回も何回も追い詰められて、何回も何回も開き直らるぐらいのところまで追い詰められて、厳しかったですから、でやりゃ手元できますし、そうやってもうその厳しくて厳しくて何回も何回も開き直ってやらされていくうちに、だん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 できない理由がなくなってきたんですよね。やりゃできるってことが分かるようになってきて、いや人は無理っていうかもしれんけどね、本気になってやったらできるかもしれん、だって今までいっぱいできたことの方が多かったもんってなってくると、だんだんできない理由がなくなってきて、やればできるさ、方法は腐るほどあるさって、で自分一人じゃできないんだったら人の力借りができるかもしれんじゃないかって、やれる方向にやれる方向に考え方が変わってきたんです。どん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 そうやっていくうちに、なんか自分たちの目の前の景色がですね、だん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 変わってきましてですね、でそのうちって言わずに今できることってやらされるわけですよね。だから僕はその皆さんが聞いていただいた CD の中で何の話をしているのかがあまり覚えてないものですから、かぶったりかぶってなかったりしてるかもしれないんですけども、だけど本当仕事でもそう、仕事以外のこともそうなんです。例えばプライベートの時間で田畑さんのお友達が遊びに来られて喉が渇いたとおっしゃって、で暑い夏の日だったんですけど、僕ジュース買ってこいって言われて、で200円渡されてジュース買いに行かされた時に、まあ歩いて買いに行ったんですけど、結構距離が遠くてジュース買って歩いて戻ってきたら、田畑さん1階に降りてきて仁王立ちしてるもんですからね、何仁王立ちしてんのかなと思って、姿見た瞬間にだから嫌な予感がしたもんですから、急にこう小走りになってそのジュースを手渡そうと思って渡したんですけど、渡そうと思ったらバーッと殴られたんです。まだだって僕ね、ジュース買ってこいって言われたことを言われた通りに、お使いしてこいって言われたことを言われた通りにやっただけなのに、なんで殴られねえかのかと思ったんですけど、だけどね、田畑さん言うんですよね、お前200円握らされた時にね、試されてるとは思わなかったんかってこう言うんですね。お前が買いに行く姿、ほら2階の窓から見よったばいって、したらね、暑い夏だからってお前日陰寄りながら見きよったねって、で俺の前じゃ吸うことのできんタバコに火つけてプカ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 煙吐きながら、あの買いに行く姿はね、仕事してんじゃない、人の頼まれ事を引き受けてる姿じゃない、休憩してる姿だって、
俺いつ気づくんかいつ気づくんかと思いながら2階からずっと見よったって。だけどお前ずっと歩き続けてたよね。だけどその涼しい顔でね、線開けてね、お待たせしましたって渡してみって、俺の友達はなんて言うか、社交辞令でこうやって言うんだよね。ありがとうね、熱い仲間なのに悪かったねって言いながらね、さらっと受け取って聞いてたりなんだよね。ありがとうって社交辞令で俺一言言われて終わりって、一晩寝て明日になったらお前の顔なんか覚えとらんてって、でお前に術こうできてもらった事実もみんな忘れるって、そう言ったね。だけど俺がもしお前の立場だったら、俺ならね、200円握らされた瞬間にね、あんたら二人俺を試してるねと、何分で帰ってくると思ってんの、びっくりさせてるから待っとれよって、そう思いながらね、涼しいシャーッと顔して扉開けてみて閉めた瞬間からね、俺ならね、炎天下だからこそさって全力疾走でね、ダッシュで帰って、もう汗だらだらかいてね、もうぜいぜい肩で息しながら帰ってきてね、もうはーはー言いながらね、蓋開けて立ち出すよって。でね、その時にそのね、ジュース頼んだお友達はね、ありがとう、暑い中悪かったねなんて、そんな落ち着いたお礼で済むわけないだろうと。お前何なんだよ、お前そんなに汗かいてって、びっくりしてお前お礼言うぞって。お前なんだよそんな汗かいてって言いながら、お前しゃべれんとかいこっちゃねって、そう言われた時にね、なんだよお前こんな暑い中走ってって言われた時に、息整えて若いお前がこう言ってみろって、僕の仕事はジュースを買いに行くことじゃないんですよ、あなたの予測を上回ることが僕の仕事なんですって、でジュースを買いに行くのはただの事実って、だけど私の仕事は頼まれたことを、頼んだ人間が思っている異常の速さで、あなたがの予測を上回る速さで帰ってきて、1秒でも早くこのジュース飲んでもらえた時にお前に頼んでよかったなって思えること、それが僕の仕事ですからって一言言ってみて、そのね、ジュース頼んだ人間ね、お前のこと何年も忘れんだろうね。でね、そんな若い人間がジュース買いに行くのに汗流して、ね、走って買いに行った話ね、何十人の人に喋ると思うかって、ね、お前のことがね、たったジュース1本買いに行くっていうその事実をね、一生忘れられないものにするのかね、一日で忘れられることにするのかはお前の体の動かし方次第だ。俺たちは頭バカなんだから、目の前の人のね、心をつかみながら生きていかなきゃって、こいつらすごいね、こいつらすごいねって思われるように、そうしながら生きていかなきゃって、こう言われる。ジュース1本でそんなんですから、でジュース1本で随分説教を食らわされて、 ですからね、もう24時間にいつもこうね、行商行ってる時も一緒でしょ、で帰ってきたって寝泊まりも一緒ですから、もういつもキーハートラにいたんですよ、ね、試されてるんちゃうかな、これ試されてるんちゃうかなっていつもこう思ってたんですけど、だけど僕らそれでもね、こうバカだったですよね。ぼーっとしてる時があるんですよ、たまに油断してましてね、ぼーっとしてたりするとこう、あ、中村ぼーっとしてるなってバレるんですよね。そうするとね、その辺に1000円ポイント置かれて、セブンイレブンでおにぎり買っといてくれとか言われる。え、買っといてくれってことは今じゃなくていいのかなとか、変なことふと思うんですけど、まあ時間あるし買ってこようかなと思って1000円持ってぼーっとしてると、ぼーっと歩くんですよね。またそこでバカですから、で20歩歩き、30歩歩き、40歩歩きしたくらいのあたりでね、はぁって気づいたんですよ。しまったと思ってね、あ、いけるやんか俺と思って、わーっと気づいて、大変やと思ってパッと振り返ったら、田本さん電柱の陰から見えるんですよね。ほんでね、目を打った瞬間ににいて笑うんですよ。よかったね、そこで気づいてって顔してるんです。あのまま僕が気づかずにふわ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 歩いたままセブンイレブン行ったら、セブンイレブンの外でドーンなくなるんです。でもこれね、7回も8回も繰り返されてみてください。もうバカでもわかりますって、だん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 田畑さんという人間と付き合う傾向と対策が分かってくるんですよね。そうするとですね、なんかこう言い始めると、はいはいって言いながら、はい、あ、また試してたねと思いながら、はいはいって返事しながら笑えてくるんですよね。僕ら若い衆みんながですね、はいはいって笑えてくると、何笑いよっかって言われると、社長バレてますよ、試してるんでしょ、あなたの予測上回ればいいでしょ、やりますか、僕らはやりますよ、ぬらべしてでもって、何すりゃいいんですかそれでって、こんな感じですね。それで仕事言いつけられたら、社長いなくなってすると、残されたこの若い5人の若い衆はみんな顔見合わせながら、おい試されてるよおい、手始まるんですね。この5人の若い衆の口から誰一人できない理由は言わないですよ。誰か一人ね、言い出しそうになったぐらいの大変です。お前それできない理由違うかって必ず言い合うんですよね。お前できない理由言うなやんよ、俺だって言いたい気持ち100もあんのにこないでねんからよ、みんなでそうですよ。ほんで試されてるんやからってみんなで肩叩きようてね、今できること探そう、今すぐできること、今すぐできることで、今すぐできることを5人で考えて無理やり探し出して、そのできることを見つけて今すぐ動くんです。
で心の中で田畑社長あなたの予測上回りますせそう思いながら仕事するんです。これが僕らの毎日だったんですよ、その業種をやってる時だったら。何が起こったかって言いますとね、目の前の景色がどんどん変わるんですよ。集団でこんな動きし始めると、あいつらはすごいよって、あいつらはすごいよってね、人の心をつかむようになっていくんですね、だん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 と。それで僕らのところに情報が集まってくる、人が集まってくる、可能性が増えてくるって、どん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 目の前にね、人の応援団ができてくるんですよ。で、その例えばですね、この業種行ってる時だってそうですけど、僕らもう本当に業種に行った先でもそうですけど、徳さん一人いるとピリピリしながらですね、お客さんと接しながらでももうピリピリしながら、もう動きは俊敏ですし、もうね、すごいこうバーッと動くんで、お客さんが何か言われると、僕の仕事はあなたの予測を上回ることですからって、こればっかり言うんですからね。野菜売りが僕の仕事じゃないんですよ、あなたの予測を上回ることが僕の仕事ですから、何かあったら言ってくださいねとか、で娘の引っ越しで困ってるとかって言われたら、それちょっとこっちにくださいよって言って、引っ越し屋なんか頼まないでねって、僕らがね、その日一日仕入れを少なくして、あなたのうちの引っ越しやらせていただきましょうって言って、で軽トラ3台でバーッと集合して、娘の家のね、娘がどっかの学校に行く時の引っ越しとか業者組んだら僕らが全部やるんですよね。そんで喜んでもらうにゃ、でそこの地域の団地の皆さん方が廃品回収だって聞きつけりゃ、その日うちら休み取ってね、その日みんなで業者休んでね、廃品回収行きましょうって言って、軽トラ3台やりますし、マイクはついてますし、音楽はかかりますし、年寄りみんな休み取ってください、若い僕らでやりますからって言って、地域の廃品回収はどれだけ頼まれてやりましたかね。でも頼まれりゃこんなに上で引き受けて、みんなの予測上回るよって言って、山ほど集めていくんですからね。しかも俊敏ですから。そうするとお客さんたちとどんどんつながりができてきて、そのお母さん方、団地の奥様方からよく言われたんです。私はね、スーパーに買いには行かない、スーパーで浮気はしないよって言うんです。スーパーで肉買ったり魚買ったりはするわよって。だけどね、お野菜果物に関してはね、私たちはスーパーでどんなに品数が多く並んでても、どんなに安売りしてても、私たちはね、あんたたちから浮気はしないからって。だってあんたたちが頑張ってる姿見てね、いつもいつも元気もらってんだって。だからね、あんたたちの応援団のつもりでいるから、高いの分かってて、私たちはあんたたちから浮気しないって。だから友達も呼んでくるからね、人ん家の分まで買ってあげるからねって言って、野菜果物がバンバン売れるんですよね。その時にね、新聞の折り込みチラシに入ってる、今まで僕ら安ければいいと思ってたんですけど、だけどそうやって人間は人間から物を買うんだな、この人から買いたいって言われるようにならないかのだなって。でね、値段じゃないんだな、便利さじゃないんだなって、ね、あんたから買いたいんだって、だってあんたが好きだからって言われるような人間力を養うことだ。そのために、目の前の人のために何ができるか、だから返事の速さが大切、だから体の動かし方が大切、できない理由を言わないことが大切、今すぐ動くことが大切、その当たり前のことの積み重ねが人間力を作るんだって、こう言われたんですよね。で、まあね、そうやって野菜売りの中でもそうですけど、人をね、味方につけていく、ファンにつけていく。だけど、僕、まあ最近でもよく思うんですけど、まあね、人のことをその抽象するようなことはあんまり言っちゃいかんですけど、だけど、その北から南へこう毎日毎日あちこちこう飛び歩くわけですけれども、だけどまあ今日はね、夜の公演なんであれですけど、結構僕あちこち知らない町に行って、昼間の公演とかがあって、夜そのままそこへ泊まるとなると、別に人わざわざ呼んでまでね、ご飯食べるのに一人でご飯食べることも結構多いんです、知らない町 で。そうするとこう、まあ小さな居酒屋さんかなんかそういうところみたいなのに入っていって、それでこうカウンターで一人ご飯食べること多いんですけど、でもね、どこに行っても毎日聞く話があるんです。毎日同じ話が後ろから聞こえてくるんですよね。でそれ何かって言いますとね、まあ北は北海道から南は沖縄まで、どこに行っても同じ話が聞こえてくるんです。後ろのテーブルで昼お仕事をなさってた方々がですね、まあ立て膝立てて腕まくりしながら、とりあえずビールから始まってですね、もう4人5人で仕事の話始まるんですよ、大声で。しかもこの大声で仕事の話し始まるとですね、大体第1幕が始まるとですね、この第1幕は売れない理由が始まるんですよ。売れない理由でね、成績の上がらない理由ですよ。それでね、なんかこううまくいかない理由をね、こう話して、みんながそれで盛り上がるんです。でその売れない理由、できない理由で盛り上がった第1幕が大体終わると、続いて第2幕が始まるんですけど、第2幕は大体上司の悪口が始まるんですよね。こっからが盛り上がるんですよ。上司の悪口、同僚の誰か一人を吊るし上げてですね、ボロカス言い始めますわ、大声で。
その第一幕が大体落ち着いて終わった頃に第三幕が始まる。第三幕は何かっていうと、俺いつまでもここの会社にいるつもりはないねやってこの話なんだよ。もう俺この会社にいつまでもいるつもりはないねやみたいな話でさ、そこ聞き取り直してどっか飲みに行こうかいうて場所変えていく。まあ売れない理由と人の悪口といつまでもここにおる気がないんだっていうここの話がですね、北海道から沖縄まで毎晩居酒屋のテーブル席で喋ってますよ。いっぺんそれ気にしながらここね、ここ聞いた時にあ始まった第2幕がって思うと思う。見事ですから、僕毎晩聞いてるんですよ。だけどそこまで売れない理由が分かってるんだったら、なんで逆をやらないんだろうな、なんで今すぐできることからやらないんだろうな、なんで人のせいにする前に今自分ができることやらないんだろうな、僕らより絶対いい学校出てるはずなのにって思うんですよ。本当ね、最近も僕日本を代表するような超一流企業ですよ、そらなかなか入ることもできないような超一流企業、世界的に有名なそんな会社なんかにも最近僕は講演で呼ばれたりするんです。でそこのですね、その超一流、あえて名前言いませんけど超一流企業の幹部候補生の人たち、まあ、100人150人の方々の前で僕が話するということになったわけなんですけども、けど、ね、名簿を見てたら嫌味なことにですね、出身大学とか書いてあるんですね。そんな書かんでいいでしょうかって思ったんですけど、まあ、東京六大学のええとこばっかり並んでましたわ。まあ、さすが超一流企業ですよ。でこうやっぱこんな人たちの前で僕は何を喋るんだろうなと思いながら、でもまあ僕は第2部で登場だったんで第1部のうちから一番後ろにいたんです。ただ部長さんみたいな人が、まあ、部長さんが前に出てまして、ね、でこんなプロジェクターでスクリーンがバーってあるところへですね、今年の今年度の目標のなんとかとかいろんなことがこう書かれてる中で、数字とかもね、こう各セクションごとに目標数字とかいっぱいこう書かれてるんです。でそれこんなピッてボタン押したらピッて赤い光線が出るようなやつでね、こう差し棒でこう指差しながらですね、こうしてこうしてこうやってね、こうしてこうしてこうやって、我が社の根気はこうで、あれこうで、なんとかで、どうとかで、こうとかで、ちょっとバカしゃべってて、それをその頭のいい幹部候補生たちがみんなこう処理見つめながらこうなんかやってるわけですよ。いやー、みんなすごいなと思いながら僕一番後ろで見てたんですけど、それが終わって、さあ今年度も頑張るぞみんなって言いながら、さあ立ち上がってきて、全員立ち上がり始めて、そこからえいえいおーとかやり始めるんですよね。いやすごいなと思って、本当なんかなとか思いながら、まあ、僕後ろで見てたんですけど、でもまあ次の僕の講演始まるまでに15分も休憩時間があるんで、僕まあ、僕が喋る人間やることは誰も知らないですし、でまあコップ、コーヒー持って喫煙所に行ってちょっとタバコ一服していこうか、15分あんねんなと思って喫煙所に行ってたんです。ほら、ええをやってた人たちみんなダラダラダラってその喫煙所に来たんですよね。で来たと思ったら、まあ、1人目がポケットからタバコ出して、こう口にくわえて火つけながら、1人目が何て始まったと思います？誰がやんねん、今のあの目標って、ここから始まったですね。誰がやんねんから始まったです。まあ、そこから2人目、3人目とかぶってくるんですけど、部長もおかしいねん、分かってへん、全然。だけどな、父が部長も一応あんた専務も来てるから、立場上あれぐらいのこと言うとかあんた格好つかんかなって、女もあの通りに行くとは誰も思っとるかいな、そんな思って、そんな話なんでね。で一応、ああやってやっとかんと、年初の行事やしさってさ、立場もあるわなって言いながら、15分間ね、できない理由のかぶせ合いです。ずーっとそれ、誰も言わないですよ、やってみようぜって。やってみようやって、誰もその時おっしゃらなかったですよね。なんで、僕、第2部で立ち前へ立った時に、すいません、僕なんかいろんなこと言おうと思ったんですけど、あまりにもショッキングなものを今見てしまいましてって、忘れてしまったんですけど、今見たそのショッキングなことから話していいですかって言いながら、さっき永遠をなさった皆さんと共に、さっき私はタバコを吸っておりましたって言ってね、今見たノンフィクションの話を今からお伝えします。そしたらお一人目がまずポケットからタバコを出し、それを加えながら一言目、誰がやんねん、その目標から始まりましたわって言ってね、今見た事実をバーッ、一語一句疑わず説明して立ち上げたんです。そしたら、みんなガーッと見た。そら部長と専務はガーッて見られ出してきましたわね。だけど現実ですもん、部長さんって言ってえいえいおって言ってたって、心とやってることと違った意味ないじゃないですかって。僕ね、やっぱり働こうとする人たちが何のために働き、その仕事を通じていかに自分のね、内なるものを開発するかっていうことに価値があるんじゃないですかね。いくらの数字を上げることよりも何よりも、できないかもしれないことをできるようにすること、でそれを頑張ってみようとすることが大切なんじゃないですかって言いながら、こんなこと小学生でも知ってますよって言って、まあ僕その時もその話したんですけど、ただ現実の話そうですよね。で、まあ、そういう意味じゃその田畑さんという人は
僕らに対してはものすごく厳しかったんですね。本当にものすごく厳しかった。でそれがまたね貫くんですよ、貫くんです。でね、給料なんか6分くれないんですよ。朝300円チャリンってボスがくれるだけなんです。でその300円チャリンって乗せてくれるその300円で昼ご飯をしのげって言われるんですよね。はあでしょ、なんね、弁当も買えないんですよ。おにぎりかパンしか買えないんですよ。でパンとおにぎりばっか食っててね、毎日昼間。だけどね、ジュース買うのがもったいなくて買えないんですよ。ジュース買うくらいならなんかこう噛みたいんですよね。なんかこうこれで腹になんか残るものを入れたいわけですよ。でもみんなで、ね、300円で昼ご飯をしのぎながら毎日、これで2つ来ちゃっても3つ来ちゃっても給料が出てこないんですね。給料はどうなっとんかな、給料はどうなっとんかなと思って、僕一人でそわそわしてるんですけど、でも焼き鳥屋で知り合って惚れ込んでしまって、あなたみたいになりたいって弟子入りしただけで、お給料いくらくれるか聞いたことなかったんですよ。で休みどんなにくれるかも聞いたことなかったんで、今さら聞けんなって感じて、で聞いたぐらいなら何を怒られるかわからんもんですから、怖くて聞けなかったんです。でもあまりにね、2月半と経ってきた時に、このままずっと続いたら大変なことになると思ったんで、先輩に聞いたんですよ。先輩、給料がもらえないんですけど、これどうなってるんでしょうか一体って言いましたらね、お前給料欲しいんかって言うんです。先輩、普通こんなに働いたら欲しいでしょって、だって僕何にも休んでませんよって。僕らもうその頃2ヶ月も経つ頃にはね、もう体がどんどん痩せていきまして、でね、血尿まで出始めたんですよ。血尿知られます、血尿ですよ。これ血尿まで流してやってるんですよ、何日1日300円ですもんねってこう言ったらね、だって先輩も1年以上こうやって教師やってるんですから、もう先輩たちは給料もらってるんでしょって僕聞きましたね。俺たちももらってないよって言うんですよ。と思ってね、1年以上300円ずっとやってるんですかって、怖くて聞けないでだよ俺だってって思うんですよね。だけどこの人ね、意地悪なんですよ。自分では余裕くせにね、僕が金が欲しいって言ってたってことをね、田畑さんに密告したんですよ。こんなに働いてるのに金がもらえんって言って、中村がなんか文句言ってましたけど、自分の意見でもあるんですよね。それをね、僕のことに全部置き換えてね、田畑さんに密告したら、田畑さん向こうからね、すごい威圧的な歩き方で僕のところ近づいてくるんですよ。ほんでね、中村とお前なんかって金もらえに働けんのはしんじゃないかって言いながら近づいてきて、もうあやってしまった、大変なことになったな、これはと思って、はめられたと思ったんです。そしたらですね、田畑さん僕に言うんですよ。お前じゃあね、給料ってもらったら、受け取った給料をね、何に使うんだよって。お前今この生活で何が不自由なんだよって言ってくるんですよ。不自由、満たされてるものがまだ何もないんです。だってお風呂も週に一遍しか連れてくれなかったんですよ。風呂よりも夢って言ってる人でしてね、朝タオルで体をキックしときゃいいんだって、死にやせんからとかって、ね、風呂も週に一遍なんですよ。ほんで野菜ばっかりなんですよ、売れ残りの野菜とね、腐りかけてきた果物のことフルーツって言いながら食べねえからね。ほで牛乳飲んだら大丈夫、牛乳飲んだら大丈夫、牛乳ばっかり飲まされてですね、ほんで風呂も週に一遍、ほんで300人しか小遣いもらえない、だから着てる服はボロボロなんですよね。ここでね、週に一遍しか風呂入らない、だから汗でベタベタになった服、その部屋だって6畳間2間が続きまで6人生活してるから、1人の割合で2畳しかないでしょ。で2畳の片隅にそのベタベタの服丸めて置いとくとね、まん丸のまんま乾くんですよ、カリカリになって塩水漬けになったやつがね。でこれ1週間ぶりに銭湯で風呂入ってる間にコインランドリーで洗うんですけど、塩水漬けになりながら週に一遍しか洗わんで乾燥機かけるもんですから、もう生地ボロボロになって傷んできて、歩いてるだけでね、みんなから振り返られるような格好だったんです。もう靴の先ちょっと開いてきてガムテープ巻いて歩いてるんですもんね。でそんな格好でいいんでしょ。だからお前金もろたら何買うかって、何使うかって言われた時に、また始まったその禅問答がと思いながらですね、ここでまたいらんこと言ったらかん、いらんこと言ったらかんと思いながら、でもしつこく聞いてくるから、僕苦し紛れにこう言ったんですよね。僕高校時代の同級生も何人か東京来てます言うて、東京で資料だ友達もいてます言うて、けどみんなね、おしゃれさんたちばっかりなんですよ社長言うてね、みんなも買えない買えない言うてたって、親から仕送りは持てますし、でアルバイトする時間はありますし、だから貧乏言うたって僕とは貧乏のレベルが違いますよって。だからね、みんなおしゃれさんたちばっかりでも、たまに会おうかって僕誘われた時にね、彼らと足並み揃えるような服がないじゃないですかって。だからね、歩いててせめて振り返られないぐらいの、せめて最低限でいいからね、歩いててみっともなくない服一着でいいから社長買うてくれませんかって、友達に会いに行くのに着ていけへんって、この格好じゃんって。でみんなそんな格好の僕見たら嫌がる思うんですわってこう言うた。だから一着でいいから買うてくれって、そう言いました。まあ分からんでもないね、18なんだしな、お前もって言うから、お買ってくれるんかなと思ったんですよ。僕のこの手のひらの上に1万円札の1枚か2枚を載せてくれるんかなと思った。だって
ずっと金ももらおうと働いてるんですからね、それぐらいのご褒美たまにもらったってバチ当たらんと思いながら、僕ね、手のひらの上に金乗せてもらえると思ったの。だけど田畑さんはそこでね、金乗せないです。でも普通の経営者ここでね、よく頑張ってるしね、それぐらいのご褒美はいいよねってやりそうなもんでしょ。だけどうちの社長はそのしない。僕の前に何やったかって白い紙持ってきて僕の前にドーンと置くんですよ。これでボールペン握らすんです。何なんですかって言ったらね、お前がね、見栄を払いに行かんと思っているそのお友達たちの名前と住所と電話番号をこの紙に書けって言うんですよ。書け、まあ、書いてどうすんですかって言いましたらね、俺が会いに行ってくんだよって言うんですよね。って僕の友達に社長が会いに行くんですかって言ったら会いに行ってくる。会ってどうすんですかって言いましたらね、俺のこの頭下げてね、お前の友達たちに頼まねえならことがあるって言うんですよね。何をですかって言いましたらね、ボロ着てるからって、それを理由にね、中村のことを省きにするのやめてやってくれんかって頼みに行ってくる。だってお前は友達を失いたくないっていうのがお前の思いなんだろうって、おしゃれをしたいんじゃないんだろうって、お前友達に嫌われたくないからもう少しまともな服を着たいって思ってるんだろ。じゃ嫌われないようにね、俺が省きにされないようにきっちり話しつけてきてやるって。だから名前住所電話番号かけて、俺片っ端から会いに行って、お前のこと雇ってるのは俺なんだから、俺が責任取ってきっちり頭下げてね、頼んできてやるよ。でボロ着て立て大親友のままでいられるようにちゃんと話しつけてきてやるからさ、かけってこういう意味。何なのこの人でしょ。でね、何ですかそれもって言いながらね、したらね、その後まだ大湯仕掛けて言ってくるんです。だって中村考えてみろってね、今お前の年齢18歳って、お前の友達の年齢も18歳って、18歳や19歳の年齢の男同士の友情でね、最も価値あるものは何だと思うかって、おしゃれの競い合いをしてね、女の子にいかにモテる方法を考えるかじゃないだろうかって言うんです。男と男の友情で最も価値のあるものはね、切磋琢磨することなんだって。お前そんなにやってたから俺はお前には負けんぞって言いながらね、お前の倍ほどやってやるって、そうやって研ぎ澄まし合いながら、しのぎの削り合いしながらね、切磋琢磨しながら男磨くことじゃないんかなってこう言うんですよね。おしゃれの競い合いして、それでついてくる女子の人はどこまでの女子の人かいって、でもほんまもんの女子の人はね、男が何のために生きるのかって、生命力とかその生き様とか背中に刻まれてるストーリーに女子の人は男を見るんだぞって、お前見かけでモテやなんてちゃっちゃらおかしいこと抜かすんじゃないって、ぼっこりまくられるんですよ。そこ でね、そんな見かけ倒しの服ごときでね、揺さぶられるなんて心をよって言って、ドライ怒られる。たった服が欲しいって言っただけなんですよ。一晩中せっかく回されましてね、それであげくの果てに、だけどお前は友達一人も失わないように頭ぐらいは下げてやるから、かけやないって言われた時に、でも頭下げるって言われた時、僕ね、社長の頭、僕のね、友達のために、友達に見え張るために頭下げさせなんてできませんよそんなのと思ってね、謝り始めたら泣けてき始めて、僕その時にね、芝居の芝居で手ついて謝ったんです。そんな社長の頭を下げさせないでいきませんよ言うてるうちに、その説明は自分でやりますって、なんでこんなボロ着てるのかって、なんで週に一遍しか風呂入らんのか、だけど俺たちはね、その生活をしながらこの後何のために店作ろうと思ってるのか、何のために生きていこうと思ってるのかって、僕なりに思うことをね、ボロ着たまんまね、臭い匂いさしながらね、胸張って友達に説明しますから、社長に頭下げさすわけにはいきませんってね、手つきで謝ったの。そしたら社長にニヤニヤ笑いながら、お前もでもいいこと言うようになってきたねってこう言って、じゃあ服はいらんねもうねって言うんですよね。服いらんちゅうことは全員やんちゅうことになるんじゃないかって言われて、結局そのまま300円が続くんですよ。信じられないでしょ。ほんでね、そのまままた300円が続く。で、血尿のおしっこをこうどっかで立ちションとかでピーッとおしっこしてますとね、お、出てるね中村とか言ってくるんですよね。出てるねじゃないですよって、少しは休みをくださいよとか、もう少し栄養を与えてくださいよとか、こう思ったんですよ。だけどね、僕がそのケツにピンク色のおしっこしてる姿見てね、高田社長なんて言ったと思います？写真撮っといてやろうかって言ったんですよ。頭おかしいでしょね、お前写真撮っといてやろうかって、そのケツにピンク色のおしっこってこう言うからね、何言ってるんですかって言いながら、こっちはもう限界来るほど体痛みつけながら働いてるのにと思ったんですけど、高田さん言うんですよ。だってね、お前多分今日本中探してもお前ぐらいきつい思いしながら仕事するやつあんまおらんと思うよって言うんですね。僕もそう思いますって思ったんです。だって休みも全然ないんですし。そしたらね、田畑さんその後言うんです。だってね、お前今を経験してさ、この後俺からいろんなことを教わったり、俺と一緒にいろんな経験しながらね、心鍛えられてさ、ものすごく大切な勉強していってさって、それで将来ね、人に影響を及ぼすような人間になれた時、人がお前のことをね、なんか
憧れだって思われるぐらいの人間にお前がもし将来成長できた時、そんな事業家になれた時、俺は18の頃ね、血のしょんべん流して苦労したもんねって喋るよって、絶対今日の話、その時にね、証拠写真があってみろって、より説得力が増す場合って言うんですよね。僕ね、その時ね、勘弁してくださいって断ったんですけど、今思えば取っといてもらえばよかったと思ってるんですよね。あの時取っといてもらったら、ここのプロジェクターに伏せさせてあげると思うんですよね。ほんとそうです。だから田畑さんの思考パターンはそういう思考パターン、人のやらないしんどいことはね、乗り越えてしまったら全部ネタになるんだ。きついことも辛いこともしんどいことも乗り越えさえすれば全部ネタになるんだ。だから楽しちゃいかんって言うんですよ。だから楽しちゃいかん、乗り越えた話は全部ネタってこういうんですよね。僕らもそういうことってまあ往々にしてあると思うんですけど、僕もそうですよね。つい最近たってもう7年ぐらい経ちますけど、僕実家が火事したことがあるんです。家が燃えたんですよ。家か実家が火事して、親父の焚き火の不始末です。もうしょうもない理由で家焼けてしまいまして、ね、ほんで家焼けるってかなりのショックですよね。生まれ育った家バンバン燃えるんですからね。ほんでね、もうお袋なんかね、あ、なんか虫があるって、さすが立花ですね。虫がある。何ちゅう虫ですか。カミキリムシ。臭いです。あ、臭い。長いですね、これ。カメムシでしょ。あ、本当だ。三重県のカメムシのこと丸っこいですよね。カメムシ。まあ、カメムシの話はまあいいですよね。でその家燃えた時に、やっぱりすごくショックで、お袋なんかもうね、魂抜かれてね、もう抜け殻みたいにしました。ぼーっとしてね、もう焼ける家呆然と見てる。もう親父もそうですわ。ほんでね、大変なことになったと思って、僕その時兄ちゃんまだ東京行ってたんで、兄ちゃん、東京の兄ちゃん電話かけて、兄貴大変や、家燃えてんで言って電話かけた。兄貴ももう仕事ほったらかして飛んで帰ってきましたわ。ほんでね、家焼けた次の日にピシューって言いながら、こんな白いなんか煙みたいなピシューちょっと上がってるところで、まあ、一部燃え残ってるところもありまして、でそんなところ兄貴と二人で壊せるところはね、壊してね、なるべく人様に迷惑かけないようにね、壊せるところ壊してやろうぜって言ってね、屋根の上がったりしてたんで、ほな兄貴二階の屋根から足滑らかしましてね、落ちよったんですよ。まだ僕が受けたのかと思うぐらいのところ落ちていたんですよ。ちょっとのところで足りなかったんですよね。この足が斜めになってドーンと落ちた時にね、この右足一本でバーンって膝伸びたまま落ちたもんですから、骨盤割れてガーッと足中入ってもうたんですね。でそっからね、もう兄貴寝転んでるだけで足の長さ見てるだけで違うんですよ。もうね、気持ち悪くなってくるぐらい。ほんであの痛がり方といい、あの油汗といい、そっからね1時間以上ね、指一本触れへんのに触れないんですよ。もううわーでね、もううわボロボロ汗かいてね、そんなに苦しむ姿、これをまた父親と母親見て、特に親父は自分が原因でそうなってますから、もうね兄貴の姿見てもうね、あんなに辛そうにしてたのもあれでしたけど、でその救急車呼んで、その兄貴救急車まあ運んで、ほいであの救急車ピンポンピンポン行ったんですよね。えらいことになったぞこれと思ってたらね、兄貴が救急車で運ばれていく姿見て、親父はっはっはで心臓バクバクしてしまって、そのまま急性心不全でボーッて膨らんでしまった。もう一度救急車やったんですよ。ほいで親父そこから心臓のバイパスするなんかの人工ペン入れて、でペースメーカーも入れて、親父そこから11ヶ月入院しまして、ね、兄貴9ヶ月入院した。ほいでもう循環器と整形やけど病室一緒にしといてくれって、でお金のベッドもう一度してくれ言うてね、家族3人1年生活したんです。その病院のベッドで、ほいで洗濯物からご飯のことから何からいろいろある。それで僕商売忙しいけど毎日外でこのご飯から洗濯物から運んでですね、こうやってする間に中村家は結束を整えましたよね。さあ家は焼けた、親父はもう生きるか死ぬかやって、兄貴はこんな大怪我したのね。で弟の僕一人でね商売やりながらガーなって、でこう物運びしてるうちに4人の意識がだん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 まとまってくるんですよね。本気にならんかっていう話にだんだんなってきて、それで兄貴ね、もう俺やりたいことは東京で存分させてもらったと、親父ここまでの病気してね、これ以上ね東京で夢の続き見させてくれなんてもう言えやん。弟の文明あそこまで頑張ってんのに、俺は弟のために一肌脱ぐぞって帰ってくるっちゅう話になって、ほいで兄貴帰ってきてくれたおかげで、僕はどっちかというとこうアクティブというかこう外へボンボン出ていってこう能動的なんですが、兄貴僕と性格全然違って、違うじっくりコツコツする人なんですよね。でじっくりコツコツが現場にいてくれて、弟の僕は飛び歩いてるわけなんです。でも兄貴帰ってきてくれたから今こうやって講演して回ってられるんだ。あれ兄貴おれへんかったらできないんですよね。
で兄貴がいてくれたからやれたことも、まあ、いっぱい出てきて、それがおかげで、まあ、兄貴も結婚し僕も所帯を用いてこうし始めて、ただ家族みんなが近いところ住み始めてしたらね、今おふくろなんて言ってると思うんですよ。あの時家が焼けたおかげでって。あの時家が焼けなかったから長男の兄貴は帰ってくることがなかっただろうって。あの時家が焼けたおかげで中村家は結束して、それがおかげで意識が一本になって、それでいろんなことに集中して物語ができるようになって、今のこの幸せが手に入った。あの時家が焼けたおかげで家なんか建てりゃええねん、建てりゃってなこと言ってね、あの時魂抜かれたみたいにしてたの。もう今完全にネタです。人と話するとき火事の話ばっかりしてますもん今。ちゃんと家燃えてねえ言うてね、ニコニコしながら喋ってるんですよね。人間それをどう受け止めるかの心の問題やな。どう思うんです。だから僕タバさんと一緒にいた時、その血便や血尿が出るような思いしたりとか、きついこと山ほどさせられた。 でもそれ僕ら逃げることさせてもらえなかったから全部ネタになったんですよね。だから自分が商売し始めた時もお客さんと面と向かって話したりしててね、あのね僕ね若い時ねこんな人と出会ってね、こんなんだったんですよ、こんなんだったんで、こんなことしろっていう人でねって言いながらね、ちょっと話しただけでね人は大爆笑なんですよね。あんた面白い、また会いたい、また話聞きたいって言ってお客さんが僕のところに何遍も何遍も来てくれたんが僕の商売が繁盛につながった理由の一つだと思ってるんです。なんでどんな内装を良くすることとかメニューを新しくどんどんやることよりも、何よりも人間が一番魅力を持つのはやっぱり人間力だって、そう教わったんです。だから業種終わった帰った後も夜になると毎日毎日勉強会が開かれてですね、その傾いた6畳2間で毎日勉強会です。で歴史の勉強とか聞かせてもらってですね、その歴史はまあ、僕らが今日学校の先生がたくさんいるんでとっても喋りにくいんですけど、僕の学校はそうなんだったんですよ。僕の習った先生がたまたまそういう先生だったんだと思うんですけど、歴史の授業っていうと大概この答案用紙に書かなきゃいけない答えはですね、3つのキーワードのうちのどれかだったんです。僕の先生が出した問題はですよ、いい国作ろう、鎌倉幕府、源の頼朝のどれかなんですよね。要は1192年という年号をそこに書き入れるか、源の頼朝という人物名を書くか、鎌倉幕府と書くか、このどれかがそこに当てはまりさえすると丸がもらえるというようなテストが往々にして多かったもんですから、その何年に誰が何をしたかというその事実をただこう覚えるだけの歴史が多かったような気が僕の場合はしたんですよね。だけど田畑さんから教えてもらった歴史はすごく面白かったんですね。それどんな歴史を教えてもらったかというと、何年に誰が何したかっていう事実じゃなくてですね、誰がその何のために命を懸けて歴史を変えたかという話だったんです。そうですね、その源頼朝が何のために鎌倉幕府を開いたのか、なんでこう立てついてまでやらねえかん、それを貫かねえかんかったか、でなんで木下藤吉郎が織田信長の草履を懐で温めながら天下人になろうと志していたのか、でそんな歴史上の人物たちが、西郷隆盛が、坂本龍馬が、そんな人間たちが何のために命投げ打ってまで歴史を変えようと体を動かしたのか、でそれについてくる若い人間たちは給料いくらもらえるからついていったわけじゃなかろうって、休みがどんだけもらえるからついていったわけじゃないだろうって、リーダーシップ取って矢面に立って前を歩く人間、親であれリーダーであれ、そうだって矢面に立ってる人間が何のためにっていう、その思いに惚れるんだよね。その時に条件じゃないところで体が突き動かされるって。だから同じお前たちが将来ね、人の上に立ったり人の親になってってする時にはね、子供の前で胸の張って説明をできる何のために思うべきなんだ、何のために生きるのか、何のために仕事するのか、何のためにこうするのか、だからそれをっていう、まあ、言ったら行商の後なんかでも毎日毎日のように歴史の勉強とかって、そういう話聞いたり、松下さんの何のためにの話聞いたり、本田宗一郎さんが持ってた何のために仕事について話してくれたりとか、もう毎日その話だけでもこう興奮をしたんですけど、だけど厳しさを貫いてくれた田畑さん、僕らはそれを逃げることを逃げ出したくなるぐらい辛かったんです。よく置き手紙を書こうと頑張りましてですね、手紙を書くんです。だって面と向かっては言えないですよ、とてもじゃないけど恐ろしすぎてですね、そんなもんでこう文字にしたためるわけですよね。それでそれをこうポケットの中に入れとくんですけど、汗でベタベタになって字が読めなくなるとまた新しいのを書くんですよね。でそしてね、いつ置こうかいつ置こうかと思うんですけど、なかなかこれが怖くて置けないんですよね。だけどそこから勇気振り絞って置いて、実際に逃げ出したことも僕何度かあるんです。
でも逃げ出した直後にね、逃げ出す前からもう読まれてるんですよね。そろそろ決断があいつそろそろに詰まってるからってバレてるもんですから、もう逃げ出そうと思って逃げ出した瞬間に大体捕まったりすることが多かったんですけど、だけどたった1回だけ僕本当に逃げ伸びたことがあったんです。逃げ伸びてですね、で三重県のその宮川村って僕の生まれた田舎までですねたどり着いたことがあったんですけど、その時にもう夜遅くてですね、もう10時半とかそんな時間だったんですけど、もう親父寝てましたけど、僕家出少年だったんですから、その家に帰ってったって突然帰って入ってくるの中入っていきづらいんですよね。で隙間っこから見たらお袋なんか誰と喋ったのか知らないけど長電話しとんですよね。涙が出ましたんかと思って外でこう入って言いづらくてですね、僕もしてたんですけど、もういつまでたっても切らないもんですから、やがてもうガラガラって勝手に打ち上げて中入っていきましてですね、でお風呂の見えるところまでこう移動して顔見てたですよ。だから僕の顔見てね、驚きがもしないんですよね。うなずきながらね、一つこってうなずいたと思ったらね、まだ電話でずっと喋ってるんです。でも普段はお風呂喋りまくるのにですね返事しかしないんです。その電話、結局その電話を切ったのは朝の5時だったんですよ。朝の5時、もう僕ね、すぐ分かったんです。誰と喋ってるか。田畑さんなんです。先回りしてきてるわけですよ。これでうちのおふくろのところに電話かかってきてる。でもそのね、何時から話し始めたか知りませんけど、朝の5時までうちのおふくろに何を喋ったかって言いますとね、田畑さんが言ったこと、まあ後からですけど、まあ教えてもらったんですけど、田畑さんがうちのおふくろに言ったことは、お母さんね、でお母さん命と引き換えに文明君を産んだんでしょっていうところから始まったそうです。命と引き換えに息子さん産んだんですよね。おしめ飼いながらお父やりながらその子供のことを誰よりも知ってるのお母さんでしょって、だったらね文明君のいいところそして弱いところよくご存知でしょうって、ね、僕が彼と関わりながら知ってる範囲の彼のすごく良いところはこういうところ、こういうところ、こういうところ、でもね彼の弱いところはこういうところあるよ、こういうところあるよ、間違ってますかって言ってねお風呂に言うんです。いや、その通りだと思いますってなりますよ。でしょって。でね、お母さんって僕がね、なぜあなた、そのね、お宅の息子にここまで厳しくしたか。僕はもっと優しくね、普通の会社として経営するって、そういうことも考えてるよ。だけどね、本当に文明君のためを思ったらね、たくさんいろんな壁を乗り越えて、たくさんいろんな障害を乗り越えて、本当にいい男になってもらうために、そう思ってね、僕は彼に随分きついことをさせている、特に彼にはってこう言ったんだそうです。だけどもうどうしようもなくなって、今まで何度も逃げ出そうとしたって、だけどその度に捕まえたけど、今回だけは彼もね逃げ延びたって、家までいるでしょ今って言ったら、はいってことになりますよね。でしょうね。だけどね、お母さん、そこで我が息子をね中途半端な母親の愛情で抱きしめますかって、タモさんに問い出されたそうです。今ここで母親がね、もう東京なんか戻らんでいいって、三重県にだって働く場所は腐るほどあるって、この近所だって働くとこなんか山ほどあるって、別にそんなしんどい思いしてまでお前東京戻らんでもいいじゃないかって、そう言ってね、中途半端な母親の愛情で抱きしめるか、もしそれやったら俺が今まで彼に対してやってきたことが全部水の泡になる、全てゼロになってしまう。だけど本当に自分の息子のね将来を考え、自分の息子がねよう役に立つような人間にって親心で本気で思うんだったらね、息子を抱きしめることはやめてくれって、でね、あえて愛の鞭を与えてくれんかって、1回分の食事を食べさせてあげるぐらいのことはしてあげてください、で少し布団を敷いて寝かせてあげることはぐらいはしてあげてください、だけどね抱きしめるようなことはやめてくれって、もうお願いだからって、そして心を鬼にして東京に戻らせてくれって、続きは僕が引き受けるからって、それをね朝5時までコンコンとお風呂を出てった。ここでお風呂電話切った後、僕にそのこと言うんですよね。だってうちのお風呂顔も見たことないんです、タオさん顔も見たことがない人間からもう何時間もその話聞かされて、それでね一食ご飯を食べさせてやる、私母親の愛情ってどういうことか今本当に教えてもらったって、そう言いながら僕のご飯作ってくれてね、ご飯一食は食べさせてやる、で奥の部屋にね布団を敷いてやる、だからね飯食って少し寝たら東京に戻れって、そう言われたんです。なんでよ母ちゃんと思ったですね。でね、僕のご飯用意してくれた後ね、流しの方で後ろ向いてこう洗い物しながらね、僕がねこう俺ねでもねこうだーでねって、母ちゃんだけは味方になってくれると思ってね、全部田畑さんが悪いように説明しながら、俺は間違ってないんだということをこう説明するんですよね。おふくろ僕の言うこと絶対耳傾けてくれないしね、僕を無視するんですよ、何にも返事してくれない。だけどね、洗い物してる方はこうして揺れてました、ね、だから泣いてだったと思うんですけどね、泣いてだったと思うんですけども、それっきり口聞いてくれなかったんですよ。で僕布団で寝て少し経って起きてきたらですね、起き手紙だけしてありまして、ね、おふくろいないんですよね。で誰も見送ってもらえないまま僕東京に戻ったんです。
だけど今思えばですよ、あの時お袋に抱きしめられてたら今にはないですね。今の僕はない。逃げて逃げてしながら都合のいい自分の都合にとっていいところいいところって、そんな自分のコンセントに合うようなものを探してですね、どれが都合に合うのかどれが都合に合うのかってそう思いながら転々としながらうろうろしてたんじゃないかなって。だからあの時親に戻らされて最後に越えなきゃいけないいくつかの障害を越えた後に、なんか自分の中にある新しいものと出会ったですね。タバコさんと出会って自分に出会ったと思ってるんです。僕ヘナチョコだったですもんね。勉強もできませんでしたし、僕自分はヘナチョコだったと思ってる。だけどタバコさんのあのスパルタのおかげでですね、無理やり開き直ってやらされてやらされてするうちに、できないと思ってたことみんなやらされるとね、できないと思ってたことができるようになると、できるやんか俺もって知らない自分と出会うんですもんね。だから田畑さんに出会って自分に出会ったんですよ、ね、この人を通じて新しい自分にどんどん出会って、やがて自分の薄皮をどんどんこう剥がしていくような思いになりまして、で3年半ぶりに、まあ、もう独立しろ、まあ、僕ら東京で飲食店5店舗出してスーパーも2軒出してっていうところまで努力してやったんですけど、でその後独立しろって僕は三重県に帰らされた。だけどその時になんか帰ってきて同級生見た時にやっぱびっくりしたんですよね。高校の同級生あんまり変わっていらっしゃらなかったもんですから、なんか親から買ってもらったこう車に乗ってそれをいかにかっこよくするかとか、週末の合コンに着ていく服をカードでローン組んでどう手に入れて着ていくべきかとか、なんか企画の世界の話ばっかり聞いた時に、僕ね、ああ僕生まれ変わったなと思ったんですもんね。3年半地獄のような生活、虎の穴生活でしたけど、よく言われたんです。人間が成長するっていうのはね、中村って成長するっていうことは変わるっていうことなんだって言われたんですね。1センチの青虫がなんかキャベツの葉っぱにこうしがみついてですね、キャベツの葉っぱバリバリ食べて、でこう1センチの青虫が2センチ3センチになることは成長してるんじゃないです。人間と同じ太ってるだけです。でかくなってるだけです。これ成長してるって言わない。成長する瞬間というのは青虫だった自分を勇気出して捨てて、さなぎになることだって、そう言われた。でさなぎはさなぎとしてある程度大きくなった時にまたね、さなぎの自分を勇気出して捨てて、ここで羽広げてみてね、勇気出して空飛ぶことさって、で上空飛びながらね、空の上からね、キャベツの葉っぱにしがみついている青虫を上空から見た時に、俺は変わったって、私は変わったって、その時に自分の成長がはっきり分かるって。だから自分の中にあるできない理由を克服しながら、でもそれをね、子供のために親が見せつけるぐらいのそんな生き様を生きてあげながら、そして変わるという現実を目の当たりにしながら役に立つ人間になれって、そう言われて僕最後東京から飛び出された。でも同級生、高校時代の同級生に会った時に、僕本当に上空から青虫を見た気になった。ああ僕もあのままだったらってこう思ったんです。だけどやってよかった、きついことやってよかった。だってネタばっかり、ネタたくさんの、だから本書いてくれって言われても何も困らないんですよね。で講演してくれ、この後12時間喋り続けてくれって言われても僕できる。だ最高記録14時間半喋り続けたことあるんですよ。ノンストップ講演会ってわけのわからんものを企画した変な人いましたね。でその時ね、全国奄美大島とか北海道とかいろんなところから東京に集合された時に、ね、みんなホテル取ってないって言うんですよね。もう今日は朝までのつもりですからって言われて、昼の3時から翌朝の5時半まででしたかね。なんせ14時間半しゃべりっぱなしにしゃべったんですから、まあ、この後ほっといてもらったらこの後まだ12時間ぐらいしゃべれる。でもその時もまだあれも言えんだこれも言えんだと思ったんですけど、ですからそれぐらいネタ作ったなと思うんですよね。でもそれもまあ一人に田畑さんに感謝だと思うんですけど、だけど今日はね、お子さんなんか中学生や小学生の方々もいらっしゃると思うんで、僕偏差値とかテストの点数、まあ、それもね一つ修行だと思ってやる分にはいいと思うんですけど、だけど数字では表せないやっぱりその子の中に人間力ってあると思うんですよね。その子の中にある人間力、その子の中にある役割っていうものがあると思うので、なんかこう他人との比較じゃない、その子が伸びる何かこう休憩入れますわって言ったんですけど、結局みんなバシッて聞いてくれたんで1時間半ぶっ続けてたんです。でその後質問コーナーやりたいって言ったら先生たちね笑ったんですよね。だ質問なんか出るわけないって、もうねもう絵に描いたような無関心無感動の子たちやから、だ質問なんか出るわけないって言ったんです。出たら出たって別にいいですよどうなそれでって。だけど、まあ、一応聞くだけ聞きますって質問ある子人はいるかって聞いたらね、もじもじしてるんですけど手は上がらないから、なんや自分なら聞きたいことないのかって、なんか残念やな言いながら、
いやほんならちょっと一個聞いていい、今聞きたいことがあったけど勇気がなくて手が上がらなかったっていう人ちょっと正直に挙げて、当てへんから当てへんからって言ったらゾロ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 って手上がるんですよ。何してんねん自分だって、俺今何の話した、今できることは今しかできへんのちょうだってってバーッと勇気出しになって、自分から変わることちゃうなんかいな言うて話したら、もっぺん聞くと質問のあるやつを言うたらバーッて手上がって、質問コーナーの前からバーッて走り始めたら行列できてしまって、そこから質問コーナー2時間ずれた。だから合計3時間半ですよ。で、午後の授業中止になってしまった。で、クラブ活動も中止になったんです。ほんで、そこからその子たちがわーってなって、僕みんなとハイタッチしながら、あんなに聞く気なかった子供たちがみんな僕とハイタッチしながら、途中休憩なしですからね、で校長室まで履けていったんですけども、校長室まで後でね、30人ぐらい追いかけてきたんですよ、中学生。ほんでね、校長先生にもう一遍中村さんを呼んでくれていいんですよ。で、もっと話聞きたいかって先生が聞いたら、それもあるって。だけどね、みんなで今体育館で話してたんだって。この話、親と一緒に聞きたいねって。みんなでそうやって言ったって。だから、私たちは自分たちを産んでくれたそのお父さんとお母さんに、本当は一番信頼を受けるお父さんとお母さんと腹割って話がしたいんだけれども、お父さんお母さんの口から出てくる話はね、テストの点数と偏差値の話しか出てこないって。人との比較の話しか出てこないって。私の人間力を見つめてくれる話は出てこないんだって。だから、自分の口からで説明できんから中村先生来てもらって、両親みんな仕事休ませてここ連れてこようって、で両親と一緒にこの話聞いて、私が生まれた意味とか、私がこれから生きていく役割とか、その何のためにとか、お父さんが何のために働くのかって、そんなこと腹って話がしたいんだって子供たちが校長室で言ったんです。僕は泣いたですもんね、その話で。どこが無感動なんかって、どこが無関心なんかって、みんな求めてるんだなって、そんなこう頑張ろうとしている大人を求めてるんだ、で手本にしたいなと思う人間を探してるんだなって僕本当に思ったんで、今使命感だと思って中学校や高校にはいろんなところに話しに行くんですけども、まあ、ちょっと5分伸びてしまいました。まあ、ですから人間力っていうことを一つテーマにですね、今できることしかできないと思いますので、今日ぐらいはせめてこの扉開けた後に弁護って言わないでほしいですね。今日ぐらいはいくら話してても、いや面白い話だった、元気がもらえる、いい話だったね、でもさあって特別だよねあの人ね、で私主婦やしさ、俺の置かれてる立場こうやしさって、みんな油断してすぐそこでできない理由言うんですよね。でそれ横にいるお子さんの前で言うたらチャラになってしまいますからね。ですからね、やれる話をぜひ今日はしてほしいかなと思います。まあ、つまらない話に長い時間ご清聴いただき、お付き合いいただいたこと本当に感謝申し上げます。お足元歩い中本当にありがとうございました。喋りたいことをね、この少ししか喋れなかったんですけど、喋れなかったことは本にいっぱい書いてありました。あれ読んでいただくとですね、もうより深くあと30分の29ぐらいは理解してもらえるかと思いますので、またよかったらメットしてやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は小中学生、高校生の皆さんもね、たくさん来てくださってます。そういう皆さんとね、中村さんと出会えたことが何よりだと思います。中村さんにですね、お礼をしようと思ったんですけども、旅から旅の方なんで、物というのはですね、持っていて邪魔になるなと思いまして、いろいろ考えたんですけども、実はですね、今日はもうこれから姫路に帰られて、明日また名古屋で公演がありますんで、その次は鹿児島ということなんですけども、それで、まあ、傘にならないもんということでですね、まずは田島に来ていただいて、ぜひお泊まりいただきたいと、田島に。で、田島をゆっくり味わっていただきたいということで、無料宿泊券をですね、ご用意させてもらいました。それ飲み放題、食べ放題がついております。それでは、ちょっと贈呈いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにですね、泊まっていただく、お宿はですね、我が家でございます。よろしくお願いいたします。それではですね、以上をもちまして、中村さんの講演会、閉じさせていただきます。本当に足元の悪い中ありがとうございました。椅子はそのままにして、お帰りください。ありがとうございました。どうもお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。